桜が綺麗だの、満開じゃないか。でもそろそろ暖かくなって散る頃ですよ。俺も散る。どうもピオキングです。今日はこちらのコースやっていや、ちょっと思い出し笑いでさ、しょうもねえオープニングだなと思ってで、このコースはですね、トロールコースなんですよ。いや、分かってんどうした、オープニンググダグダになってるって。で、まず始めるコース、ボックスフラミンズブレイン EX グローシオンって書いてるんですよ。まあ訳そうと思ったんですけど、全然意味が分からなくて、箱をフラミンの脳っていうのは分かったんだけど、 EX グローシオンっていうのがマジで分かんないんだよ。まあフラミンも誰っていう感じなんですけどね。で、このコースはね、多分バグコースだと思うんですよ。ハンターさんっていう方はマジでバグコースが多いからさ、それじゃあやっていこうか。クリア率は 0%。 そういやね、チャンネル登録者数が19万人突破しました。ありがとうございます。いや、ここまで来れたのは本当に皆さんのおかげと僕自身の努力の結果なんですよもうお前は黙ってろ。まあもうすぐね、目標の20万人行きそうなんで、ぜひ見守っててください。さあ、このベッドをかぶっちゃってよかったのかな。いや、このハテナブロックの中、うわ、なんかいりそうな気するけど、ピンポンって言われたもんな。この土管は入れない。じゃあ下に行こうか。なななななな、泣き泣き泣き、開幕何もんだ。速攻バグを持ってくるんじゃないよ。始めたばっかで全然脳処理追いついていかねえって。一旦ハテナ叩いてみようか。パワーブロック、パワーを投げろってか。なるほど、ブラパちゃんがいたのね。そしてこの土管は、土管は入れましない。じゃあこのオープンブロック乗っていきますよと。あー、ドグルバー。20万人さ、何月ぐらいに行くと思う？今4月でしょ。7月ぐらいに来てくれたら嬉しいな。7月はさ、僕の誕生日だから、最高の誕生日を迎えたいぜ。じゃあツタに捕まってバレーに乗って先に進みますと。土管は全部入れないよな。じゃあこの音符を叩いたら絶対何かしてくるって。左に逃げておこうか。特に何もない。このクバキラは何をしてくるんだい。乗っちゃっていいのかい。乗る前に一旦右を調べておこうか。何もない。じゃあ乗ってみようか。罠が早いのよ。仕掛けられた瞬間即死じゃんか。じゃあ右から叩いて、叩いた瞬間すぐ上に逃げる。あってな。隠しブロック見つけた。この中にアイテムかなんか隠れてろ。お前はずっと隠れてろ出したらダメなやつだったんじゃないの。一旦叩いてすぐ右行ってみようか。そしてテレサが来る前に土管に入りますぞ。顔を隠すだけの弁財でもう俺に立てつくんじゃねえぞ。これは右と左どっち行ってみる。一旦ツタに捕まってみようか。特に何もなんないか。じゃあこの雲はすり抜けるやつでもない。じゃあオンオフをしなきゃいけないんだろうな。オンオフをします。何もくんだよ。だからえ、これどこ行きゃいいの。とてもバグが多そうですね、このコース。じゃあオンオフをして右を出発でいいんでしょう。今度は砲台また右に来るのがないよな。オンオフして右を出発。これどーにゃー、やられてんだ。右もダメ左もダメってどういうことですか。でも左行ってダメだったから右を出発する以外ないもんな。これで大丈夫だよね。さっきはたまたまタイミングが悪かったんだろうね。このペラペラはワンナップ、このペラペラはキノコ様。さあいらっしゃいキノ。俺がキノコどこやった。今のは絶対おかしいって。落とし穴も何もないよな。でもバブルが来たらキノコが消えますみたいな食っちまってんのかなあいつ。じゃあこの土管に戻ればいいっていうことなんじゃないでしょうか。さあ右側に行ける場所がある。このドス何もしてくんだよ。足場があると思うけど一旦スピンして行ってみようか。スピン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 。おい、なんだよこれパブロック持ったら下に落とされるんだろ。分かってんだよ俺。おい、なんでパブロック持って襲わなってんだよこれ投げて襲わないのか。じゃあどうすりゃいいんだよ。なんだお前。いや、久々に面白いバグを見させてもらいましたよ。じゃあパブロックを投げればいいのかな。すぐにすぐ投げてみようか。そして下に行く。ビビビビビーじゃねえんだよ。裏声だけで実況していきます。ここはパブロックを投げる。そしてすぐ左に逃げれば大丈夫っていう。地球に存在しない言葉で実況していきます。プレルヘッタペペ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 こんな感じでチャンネル登録者数が20万人いきそうなピオキングです
20万人の方どうかしてんじゃねえのか頭。じゃあこの辺でパワーブロックが出てきた、隠しブロックを叩いたら出てくる、でパワーで倒して上に行けっていう感じなんじゃないの。さあそろそろ中間あってもいいよ。中間は中間あった、なんてこった。そういやさ、ショート動画とか見てたらいろんなマリオメーカー配信者が出てくるじゃん。まあマイナーな人とか有名な方いろいろ出てくると思うんですけど、で面白いのがあってさ、ドッスンにやられた時があるじゃん。一生やしって言おうとしたんだろうねその人。一生あ、あ、ドッスンどうしたんだろう乗せんかやしか。まあ花咲かなって結構誰でも言うじゃん。でも一生やちっていうのはさ、ピオキング以外に使わないってみんな思ってるでしょ。だから一生おどうすんどうすんさ、めちゃめちゃお前なんだよ、グッパは雑に扱えよ。まあそれを見た時はね、可愛いなと思いましたよ。別に僕しか言っちゃいけないっていう理由はないんだけどね、なんか悪気があったんだろうね言い直すって。さよならよしか、また会おうじゃないか。そうしてこの土管に入っていきます。土管に入れませんね、花の山。なんか相撲選手でいそうじゃない。みんな今めちゃめちゃ面白いことを気づいたんだけど、右上ドッスンがいるじゃん。あれをスコアの00のところに目を持ってくるじゃん。そしたらドッスンの目が目をめちゃめちゃ見開いてるドッスンみたいになるんだ。まあそんなどうでもいいことをさっき見つけてしまいました。さあここでパワーブロック発動シーノ、この勢いアップ追いかけてみようか。追いかけても特に何もならない。左にブンブンも出てきたよね。あのブンブン避けれる、あ、鉄球が倒してくれんのか。でここは上はいけない、じゃあ下に行くしかないよな。そうだよな、足場ちゃんとある、あるね。さあここでとかにアップね。ナイス反射神経。そして左に行きなさいよ、一人で。土管から出たらすぐ右すぐ右すぐ右、こっちでいいんだろ。で何もしない、これドド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 ルチエアドあっちな。分かったよ、すぐ右すぐ右、そしてすぐ左すぐ左、これでバブルはかわせる。そして右に行けばいいのかな。バブルはもう来ないみたいだ。さあ上に行きましょうか。そしてハテナブロックを叩いて、僕は左で逃げると思いきや右に逃げる、これで大丈夫だ。よーし、よーし、よし。で下に行くでしょ。でこっからどう。おいおいおい、そんなんもらっちゃっていいのかい。この薄毛場から行けちゃうんですね。そしてこのハテナブロックを叩くと、カロンの甲羅か、カロンの甲羅を履いて下に行って、このハテナブロックを叩く。叩かせんか、叩かせんか、いや叩かせんか。そういやスーツ着て仕事してる男性の方に朗報なんだけど、スーツの時ってさ革靴じゃん。でもその革靴ってさ結構足痛くならない、重いしさ。でもねドンキですごいの売っててさ、スニーカー革靴って言うんだよね。4000円ぐらいなんだけど、見た目はマジで革靴でも履き心地はスニーカーみたいな、しかもめちゃめちゃ軽いの。もうすぐ結婚式があるからさ、どうにか楽したいなと思って探してたらそれ見つけて、いざ履いてみたらめちゃめちゃ履き心地がいいんだよね。だから一日中革靴履いてる人とかマジでおすすめだよ。さあここのカロンの甲羅を取って、ここは何が出たっけ、ヒップドロップしてみようか。俺のバカ。あともう一個買ったのがあったんだけど、ユニクロでねカッターシャツがあるんだけど、それのねジャージ素材のカッターシャツ。なんでやってんだ、ゲームに集中さ。ジャージ素材で作られたワイシャツがあるっていうのを言いたかったわけですよ。これがまためちゃめちゃ着心地がいいのよ、柔らかくてさ。じゃあここはコイン、うん、上はバブルか。あれこの下が、じゃあどうやって土管に入るんだろうな。あ、わかった、これ投げればいいんじゃない。ここで投げてみようか。そうしたらボブちゃんが出てくるよな。さあここで土管に入っていきますと、そろそろ中間ポイントに会ってくれてもいいんだけど、中間にはどこだ。ドッスンの裏がめちゃめちゃ怪しくない。だからここで右に来させる、下に行くのね。よく考えたら右に来るんならもう来てるよな今の時点で。じゃあドッスンを下に落として、ここでスピンジャンプでかわします。で左に行こうか。で土管はやっぱ全部入れないと思うから、もう調べんわ。調べちゃうっていう。なになに、お前何怒ってんだよ。怒りたいのはこっちなんだよ。そんな飛ばすなって、これ中身の息アップ取ればいいんじゃないの。なんでそんなでかいのに入れねえんだよ。そういやさ、好きなアニメの放送が終わった時の喪失感半端なくない。フリーレンも薬屋も終わっちゃってさ、僕は何を糧に今から生きればいいのって話ですよ。じゃあこっちのハテナ、うわこっちハテナないのね。じゃあこっちのハテナを叩くと、あのクパクラが出てくるから、こいつを邪魔。あ、わかったわかった、先に乗っちまえばよかったのか。でこの土管は何もない、さあ行きますよっと。で下は足場あるのかい。足場ある。でこのパンを持っちゃって、あーかな。
今の神回避じゃない。でこれミカシマミカシマやった中間ファイトにゲットだぜ。さあ乗っていきますよと。わーっていうちゃんぽんのスープ美味しくない？いやいや、中間ポイント2を取ったからといってまだまだ油断はできませんよ。中間ポイントもろしがあるかもしんねえもんな。魚来るなよ。よしよしよし。で、ハテナブロックを叩いていいのかな。叩いたら何が出てくる？キノコ様、クリボンすっこんでろ。あのキノコは取れないんだろうな。だからこのクリボンで3本を倒しますっていう感じなんでねえの。そうだろ。いや、ちょっと中途半端だな。まあいいや、スピンで抜けれます。いや違うんだって。集中していきますわよ。任せてお兄様。私の本当のお兄ちゃんの名前は大輔。大輔はいつも僕にお茶を汲んでこいと命令してくる。そんな大輔が僕は大嫌いだった。この近くの枠はなんだい。大輔、熱いお茶汲んできたよ。大輔とかそういう本当の名前出すのやめろって。あ、僕の名前はユータって言います。お前はクリボンだよ。永久ドッジボールの完成だね。いや、このクリボンさ、いると思うんだよな、絶対に。だから左で避けます。で、一旦クリボン投げておこうか。そしてこのまま先に進む。あ、いや、クリボンどうせあそこでいなくなるっていうことね。で、あら、お前は何もしてきた。ギリギリで立ち止まってみようか。この近くの枠のちょっと先、ここだったら大丈夫。おいおい、怪しいな、この実行員はよ。あれ、こっから先進めねえんだけど。ここもバグを持ってきてるってか。じゃあこの派手なはキノコ様取らせて。よし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 。お前はなんだ、こっち向け。キノコ取ったらすぐ右に行かないけんのやろうね。だから出します。そしてキノコを取った瞬間右にダッシュだ。これで大丈夫。チビにならなきゃいけないかな。いけるか。中間ポイント戻しだけは、それだけはやめて。やったやさしい。ここはわざわざキノコを取らなくてもいいんだ。先に進みます。あれ、オンオフ変わんなかったね。もしかしてさ、オンオフ変わらないからこの10個位の方に行けとかそういう感じ。それとも、うわ、どうしよっか。ここは ZZ であの土管の方に行く。行けるか。あ、ただの下手。でも私見えたんですね、右に砲台が出てくるということが。だからこっちにそのまま行っちゃっていい。そろそろゴールがあると思うよ。ノー、あ、これはさっきのところか。ゴールが見えた。絶対に一発でゴールしてやろうじゃないか。このハテナを叩いたら何が降ってくる。だから左で逃げておこうか。これだぞ。もうね、気づいてる方いらっしゃると思うんですけど、僕がゴール前で一発でクリアしてみせるよっていうのはフラグ回収でしかありません。だから気にしないでいいです。じゃあハテナを叩いて左にツタがあったのが見えた。え、これ上に行けないんだけど、助けなさい。さあて、そろそろですよ。ゴール前で2回も引っかかっちまった。だいたい3回目か4回目ぐらいでゴールできるんだよな。だからここでツタに捕まる。で、右を進歩したらいいんじゃない。さっきブロック壊れたもんだ。よし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 。で、ゴールできる。頼む、ゴールさせてくれるわけがない。こんなの普通にスピンしていいわけがない。スピンしたらどうなるの。あかあ、ゴールなんてよ、そんなん分かるわけないじゃん。じゃあもう待って、こっちはもしかしたら中間ポイント戻しなんじゃん。え、なにこれ。あ、死にたいっけ。よかった。いや、新耐久でよかったのか。え、何この新耐久。左に寄ってもダメ。あ、わかった、右の鉄球を左に越させろっていう感じなんじゃない。こういう風に、うわ、バネ落とさなくちゃいけないのか、タイミングよく。はいはい、6つ。ちょっとタイミング見ようか、このタイミング。はいはい。いや、お前1個ぐらい来いって、鉄球さ。ちょっともう一回様子見ようか。ここ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 来い来い、できる。いやあと1回、あと1回、もう僕コツつかんだよ、このタイミングだ。いや違う違う違う、ちょっと早いんだ、このタイミングだ。はい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 、からだ。デッキちゃん、いらっしゃい。死に耐久ミッションダメるだ。何があってもこれでゴールだ。スピンジャンプするでしょ。そして上を進歩しておけば大丈夫。やったー。
いや最高のドロールコースでしたね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ10秒パウ爆弾から逃げろ。説明文に再投稿です。大パンしながらクリアチェックしたコースです。過去最高難易度。サムネ見るとさ、大量のパウが降ってくるんだけど、その先にパックンがいて鍵ワープブロックがあるんだよね。だからパウブロックを発動しないようにゴールまで行けっていうコースなんじゃないかな。いや、こんなにパウが降ってきてるのにそんなのできるかなと思って、まあ逃げろって書いてるから急いだらいいんだろうね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.8%。 僕もこれでなかなかクリアできなかったら大パンでもしようかな。まあ僕はいつもヒサパンしてるんですけどね。さあ、このパウブロックを発動しないようにって書いてるんだけど、いやこれちょっとまあなっちゃうよな。でこの鍵ワープブロック入ると意味わからんて。なら速攻幅跳びで行ってみようか。早すぎやろ。やっぱりパウブロック発動しちゃいけないのか。じゃあジャンプしたらダメならもう置いてみるしか。あ、置きゃいいのか。はいはいはい。もう分かったもんね。ここでパウは持つ、置く、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 持つ、おお。これね、早くやっちまったらミスる可能性があるんだよな。投げてしまうみたいな。それやめてください。だからある程度早く、そうして急いでいくわ。持つ、置く、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 おお。どのくらいのスピードで行きゃいいかまだ全然分かってないのよ。まあ時間は10秒あるからね、そんなに急がなくてもいいかなとは思うんだけど。残り何個、残り2個、残り1個、いけ。はっ、お前ちょっと動けよマリ。ああどうすりゃいいんだよ。いや最後がね、どうしても閉じ込められてしまうんだよね。で動けなくなってパワーブロックを発動してしまいますみたいな、その最後1個をどうするかっていう話なんだけど、ここなんだよな。じゃねえんだよ。なら方法は一つだ。挟まっちまう前に早くパウブロックを持ってゴールポールの方に進む。それ以外方法はないと思うで。だからここ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 こ、これが攻略法だ。これさ、左手が右下右下ってずっとしなきゃいけないからマジで釣りそうなんだよね。いや無事クリアできてよかったですよ。そして見てください、皆さん、最速を取ってやりましたよ。これで僕は世界一パウブロックを運ぶのが早い男になれましたね。そんな証拠いるか。ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。どうもご視聴ありがとうございました。